んにちは。こんにちは。経営ナビです。今日は日経新聞との紙面連動企画、食の王国売れる極意ということで、我々やってきたのはこちらです。函館、ラッキーピエロにやってきました。高尾さん、ラッキーピエロ召し上がったことあります？もちろんあります。何回か食べさせてもらいましたけど、まあ本当にチャイニーズチキンバーガー定番ですけどすごいな、なかなか他で食べられない味ですよね。そうですね、今日は食の王国ということで、その美味しさと成り立ちだといろいろ深掘りしていきたいんですが、そうですね、注目していることは、いや、やっぱりこの函館市中心に道南エリアに17店舗あって、もうそのエリアの中では大手のハンバーガーチェーンを忍ぶような存在感なのに、道南以外には出ないという、まあ、地元密着、言い換えればドミナント戦略ですよね。その真髄っていうのを今回は取材したいなというふうに思ってます。心強いです一緒にいろいろお話伺いましょう。はい、よろしくお願いします。ということで早速行ってきます。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。函館でご当地グルメの代表といえば、ご存知ラッキーピエロ。一番人気のチャイニーズチキンバーガーは年間175万食を売る大ヒット商品だ。ではまずは一番人気のチャイニーズチキンバーガーをいただきましょう。いや、これ見た目だけでもかなりボリュームがやっぱりあるなっていう感じがしますけどね。重量感がありますね。いただきます。すごい顔が、なるほど、ジューシーですね、やっぱり、もうね、一口でかじるのが大変なぐらい、やっぱりこの甘辛い味付けがならではですよね。ラッキーピエロの始まりは1987年、王一郎会長がここ函館で創業した。ラッキーピエロが一番最初オープンしたのはベイエリア本店。その当時は金森倉庫もただの倉庫 で、あそこは何もなかったんです。ところが私はカリフォルニアを見てますから、将来海沿いが人々の心を打つだろうと。今でこそ一大観光地となったベイエリアは、当時一軒の飲食店しかなく、人通りもほぼなかったという。そんな開業当初からずっと変わらない店の看板商品はチャイニーズチキンバーガー。誕生秘話があるという。私はチャイニーズレストランシルクロードをやっておりまして、その時に一番人気がそのお料理だったんです。そのお料理を使ったハンバーガーを作りたい。日本のハンバーガーじゃなくて、アメリカ産のハンバーガーじゃなくて、チャイニーズのハンバーガーショップを作りたいと思って。会長自らが厨房に入り提供していた中華料理店の人気の味をハンバーガーに挟んで売り出したのだ。ヒットのきっかけは、夏の北海道へツーリングに訪れるミツバチ族と呼ばれたライダーたち。宿泊施設には必ずノートがついてるんです、彼らの情報交換。そこにラッキーピエロのハンバーガー、とんでもねえぞ、でっかくてうまいぞ、絶対食するべきとかね、そういうふうにみんなが書き込み始めて、ミツバチ族でいっぱいになったんですよ、お客さん。それが第一 のうちの、ヒットになって、2018年には世代交代。出店するのは函館近郊の道南エリアのみ。全17店舗を合わせて年間250万人以上が訪れている。何回か来て気に入ってるんで、これ食べに来てる感じだよね、函館。埼玉にもできないかな。そうだね。ハンバーガーも美味しいですけども、他の、ものも美味しいですね。ボリューミーなんで結構こう食べ応えがあって、美味しいのでまた来たいと思います。ラッキーピエロといえば、記憶に残りやすい独創的な店作りも特徴。こちら港北大前店はプレスリーが青春だったがテーマ。店内の至る所にエルビス・プレスリーが。他の店舗を訪ねてみても、さあこちら
ーマリーナ末広店ということでやってきましたけれども、はい、またちょっと違った雰囲気ですね、うん、そうですね、うん、なんかアメリカンな感じは、ね、雰囲気ありますね。日本のこういうハンバーガーのオブジェがあったり、そうですね、そして何よりここはねオーシャンビューですね、うん、そう本当だからアメリカの海沿いのレストランというか、なんかちょっとかっこいいですね。そうですね、うん、なんかこうどこを切り取っても絵になるレストランですね、うんうんうん。さらに2人が訪れたのは、うん、やっぱりこの店は一番大きいだけあってすごいですね。そうですね、なんか、まあ、すごい開放感もあるし、そしてやっぱり派手ですよね。なかなか他にないデザインのあるお店ですよね。本当こうお子さんが来たらなんかワクワクするようなね。森の中でバードウォッチングを楽しみながらゆっくり食事をしてもらうイメージの峠下総本店だ。17店すべてに王会長が考えた異なるテーマがある。ラッキーピエロはハンバーガーチェーンではなくテーマレストランだという。オーダーをお聞きしてからお作りするからね、もう普通のレストランなんです。そのお店もとんでもないテーマを持った楽しいレストランなんですよ。まあもちろん食べておいしいは幸せですけど、やっぱり雰囲気って全体で掛け算になって、あは素敵ってなるんであって。峠下総本店は函館に向かう幹線道路に面していることもあり、ここだけで年間30万人が訪れる。今だと6、4ぐらいで、地元の方が6、観光の方が4っていう感じだと思いますけど。ラッキーピエロの強みの一つは、観光客と地元客、双方を取り込んでいること。ご当地グルメを口にするのは、主に観光客のように思えるが、ラッキーピエロでは 98% が地元客という店舗もある。地元です、はい。やっぱりここのラッキーピエロのり弁食べないとやっぱ1年が始まんないなっていう。めっちゃ美味しいっすね。友達とも来たりしてやっぱ愛用してますね。この値段でこの大きいお腹いっぱいになるのがとてもいいなと思います。飽きないし悩みますね。いつもあそこで悩んじゃうんですけど、何にしようかなって悩んじゃう。ここからはスタジオからお伝えします。まずはコメンテーターのご紹介です。北海道大学の平本先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてスタジオには一緒に取材に行っていただきました日本経済新聞社札幌支社の高尾記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあここまで人気のほどを再確認いただきましたけれども、ここでお二人にちょっと召し上がっていただきたいものが、はい、先生まずそちらのカレーをどうぞ。はい、はい、ではカレーをいただきます。カレーこれそう、これラッキーピエロにゆかりある。いただきます。うん、美味しい。私実はラッキーピエロのカレーもうだいぶ前から美味しいぞ美味しいぞって友達に宣伝してきたんですけども、改めて食べると美味しいです。お店の味ということで、はい、中尾さんのところにはガラナがありますけれども、はい、レトロな感で可愛いですよね。そうですね、うん、いただきます。取材中も見かける機会の多かったこのガラナを飲む皆さん、美味しい。なんか道外出身の人からするとガラナってなんだろうって思うんですけど、そうですね、うん、このラッキーピエロのガラナ本当癖がないというか、なんかすっきりしてて、あの結構こってり系のメニュー多いんで、うん、合うんじゃないかなと思いますよね。販売機がお店の前にあって、うん、観光されてる方結構これを飲みながら休んでましたよね、うんうん、だから結構街中とか見ると、うんうん、これ持ってる方も結構いますよね。そうですね、うん。ということで少しラッキーピエロといえばのハンバーガーから離れたそれぞれのものを召し上がっていただきましたが、実はこれすべてラッキーピエロの店内で販売しているものなんですね。こうしたハンバーガー以外にも力を入れて地元の皆さんの支持も広げているようなんです。地元客を魅了する要因の一つがメニューの豊富さ。その数は140種類から160種類ほど。オムライスにカツ丼、スパゲティ、ソフトクリーム、コーヒーまで。食事からデザート、カフェメニューと充実のラインナップだ。さあこちらは瞳店にやってきたんですけれども、はい、このお店のコンセプトはお花の絵ということで。そうですね、峠下総本店は野鳥のイラストがいっぱいありましたけど、ここは花なんです
ね。また印象が違いますよね、うん、でですね、このお店また一味違うメニューがあるそうなんです。ほう、何でしょうね。待っているとなんとこんなものが。ラーメンです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。塩ラーメンですかね。そうなんです。ラッキーピロでこのラーメンもあるんです。うん、函館の塩ラーメンどちらかというとあっさり透き通ったっていう感じですけど、白濁で結構濃厚な味わいで香りもいいですね。これがハンバーガー屋さんで食べられるで、函館なのでやっぱり人気は塩らしいんですけれども、醤油も味噌もあって、うん、すごい。なるほど。ラーメンの人気店。あんかけ焼きそばもありましたしね。そうですね、うん、本当にここは中華が強いということなんですかね。いや、メニューがいかに豊富かっていうのが分かりましたね。ラーメンへのこだわりについて尋ねてみると、豚骨にこだわってます。普通さっぱり味が函館なんですけども、豚骨をベースにちょっとこってっとした感じで。人気のほどっていうのはどうですか。はい、正直言ってバーガーよりも人気あります。はい、チャーハンになります。メニューが多いと食品ロスが発生してしまうといったリスクがありそうだが、実はここにラッキーピエロならではのアイデアが。ハンバーガーショップに入ってるものがカレーライスの上に乗ってるだけなんです。オムライスの上に乗ってるだけなんです。焼きそばの上に乗ってるだけなんです。だからメニューは1品しか増やしてないんです。オムライスやカレーといった基本のメニューにハンバーガーの具材をトッピングすることで、ロスを出すことなくメニューの数を増やしているのだ。客は充実したメニューの中から選ぶ楽しさがあり、店側も新たな仕込みは必要ない。もともと提供しているものの応用として、たくさんのメニューを提供できる仕組みになっている。客を驚かせるのはメニューだけではなく、オムライスを頼んでみました。こちらですが、この大きさ、私のげんこつやスプーンと比べてもこんなに大きいんです。なんとこれが通常サイズだそうです。どのメニューも超ボリュームたっぷり。ここにも会長のこだわりが。コンセプトは女性の人が食べて、2割ぐらい残しちゃって、すいません、食べきれません、持って帰りたいんですが、はい、どうぞっていうコンセプトです。例えばこのオムライス、卵は4個、ご飯はなんと330g、そこにチャイニーズチキンが3つ。納得のボリュームだ。味へのこだわりも忘れてはいない。その土地で産した質のいいものを食べると元気に長生きするっていう新土富士の考えをすごく持ってます。新土富士という中国のことわざに習い、地産地消を実践している。食材のおよそ8割は北海道産だ。肉は冷凍のものを一切使わず、フレッシュミートにこだわる。ハンバーグはすべて手ごねで、必ず注文後に焼き上げる。店に入荷してから1日半以内に使い切るという厳格な使用期限を設け、食材の鮮度管理も徹底している。原価率すごい高いです原価率55円ぐらいだと思います。そんなですか。かなり高いですね。高いですね。高い原価率を集客力でカバーしているという。すべては地域一番店を目指すためだ。チェーン店は効率化や単純化や標準化のもう超名人ですから、我々はそこと競争しても勝てっこないですから。ファーストフードっていうとつい超大手を思い出して作り置きをして、スピード効率化単純化標準化でね、もう非常にいい成績を収めるみたいなイメージがありますから、私たちはちょっとそれと違うんです。そして最大の特徴は、出店エリアを道南だけにしている点。これまで国内外から再三出店の誘いがあったが、断固拒否の姿勢を貫いてきた。函館道南で一番になる、
函館道南で一番売れる商品を作ろう、この2つをテーマに、頑張ってきました。そしたら富士山ってみんな知ってるけど2番目に高い山、あれナンバーワンに集中するんですよ。だから私たちはあっちこっちで、ニューヨークで1店舗、北京で1店舗、全然ダメだと思うんですよ。函館でダントツ一番だから、みんな函館に来られたら一番のお店に行ってみようってなると、私はそういうふうに考えて、一番ナンバーワン主義。さあ、味や食材、地元へのこだわりというのを見てきましたけれども、高尾さん改めて取材していかがでしたか。そうですね、やっぱりこの記憶に残る、すり込まれるなんか店舗作りみたいなのがすごく印象的な反面、やっぱりこうやってこう美味しさっていうところをすごく重視されている。でそれってやっぱり地元のお客さんを取り込むにはすごく重要なこと で、でそうなった時に、まあ地産地消、鮮度管理みたいなところにこだわるってなると、むしろこの道南エリアに絞ってるからこそできる戦略でもあるので、そこはすごくなんか印象的だなと思いました。そうですね、食材も各店舗に入ってからだいたい 1.5 日くらいで使い切るっていう鮮度管理の徹底ですとか、すごくこだわりがありましたね。それはもう狭い範囲でやらないとなかなか徹底できないことですよね。ですからもう改めて会長に伺ってもですね、社長に伺っても道南函館エリアを出ることはないということで明言をされていたんですけれども、平本先生、そのあたりの戦略いかがでしょう。はい、やはりこの函館、道南函館エリアでもう圧倒的に知名度もそれから集客力もナンバーワンの飲食店を目指し、でそれを今もう実現されているわけですよね。でこれが例えば札幌にあるいは東京に出ていってしまうと、そのラッキーピエロっていう飲食店の存在がこれまで確立してきたブランドの価値がその分減少しちゃうっていうんでしょうかね。ですのであえて道南エリアでのナンバーワンをずっと維持していることによって、道外から来た観光客の方も、あるいは札幌から函館に行く私なども、一回はラッキーピエロで食事をしようって思えるんだと思うんですね。店舗についても今17店舗あるんですけれども、これ以上たくさんドミナント的にそのエリアに増やすかというと、そうでもなく、増やすというよりはどんどんリニューアルしたり、今の形でよりフィットさせていく方針ということなんですけど、むやみに店舗を増やすんじゃなくって、その地域の人たちがいつも通ってる馴染みの店舗に来てくれる。でそうするといつもの店長さんやいつものパートさんがいて、でラッキーピエロに行くことが何ていうか日常生活の一部になるっていうんでしょうかね。それこそがその地域密着っていうことの本来の意味だと思うんですね。でそういうことをやってる飲食店って多いようであんまり多くない。その意味ではラッキーピエロって日本のいろいろな飲食店の中でも、まあ、唯一無二っていうんでしょうか、非常に不思議な、そして興味深い存在だと思います。まさに取材していてもこう目指せ地域一番店というような空気を感じましたよね。そうですね。でしかもこのラッキーピエロっていうブランドがありつつ、もう地元の方にとってはその1店舗1店舗がもうブランドがあるというか、なるほど、感じはすごくしましたね。記憶にも残り、こう当たり前に通う、そんなお店なのかもしれないですね。さあ、そんなラッキーピエロですけれども、地域に根ざすための新たな戦略にも取り組んでいます。ラッキーピエロでは、峠下総本店ができた2011年からオリジナルグッズや土産品の開発にも力を入れている。今では食品と雑貨合わせておよそ100種類、ラーメンにカレー、きびだんごに T シャツ、食事のメニューに劣らぬ驚きのラインナップだ。1着1500円ほどの T シャツは年間1万7000枚売れるという。ラッキーピエロの店内で販売するのと、それ以外に物販で卸をして、スーパーで百貨店、それから個店の携帯電話ショップ、エリアはもう本当に鹿児島まで行ってますね。北海道物産店やスーパーを通じて道内はもちろん全国にまで商品を卸している。さらに最近は銀座の免税店に扱っていただいたり、韓国のロッテ免税店の方からお電話をいただいて、売れ筋を見て、それをこれから輸出
かけるために、研究しようというところです。海外への販売も視野に入れる物販の分野、これもまた地方の今後を長期的に見据えた戦略の一つだ。函館市の人口が毎年少しずつ減って人口が減ってるっていうことと、市民の年齢がずっと高齢化していくと食べる量が必然的に減っていく、今後どういうふうにするかっていうことを考えてお土産を作って、でお土産を持って帰っていただいて、そしてまたいつか函館に来てもらおうという作戦を立てまして、王社長は将来的に物販も事業の柱にと考えている。2割3割頑張っていきたいなと思ってます。はい、こちら、うん、まあ、お土産品ですね、まあ、これだけ並んでますけど、これもまだまだ一部ということで、うん、でもこういった品揃え、まあ、2011年頃からというお話でしたけれども、うん、やっぱりコロナ禍2020年から、まあ、昨年ぐらいにかけてはなかなか外食もしづらいというような状況の中で、こういったお土産の物販の売り上げというのが、うん、こうラッキーピエロを支えていたということなんですよね。はい、うんうん、それこそ先ほど地域一番店、それから道南から出ない、だからこそこういう物販が例えば道外で売られるとか、うん、将来的には海外で売られるということで、あの函館にしかないラッキーピエロのお土産品がここでも買えるっていう価値を生み出すっていう、そういう意味では戦略的な一貫性があるっていうふうに言えますよね。ラッキーピエロの戦略としては広告は出さないというのがあるそうなんですけれども、うん、こうしたお土産が人づてに道外や国外に広がっていくことによって、実はこれがお店を宣伝してくれるっていう願いも込めているそうなんですよね。裏を見るとこう観光スポットのお知らせとか、全然ラッキーピエロ以外の函館道南の魅力が書かれていたりしまして、実はそんな戦略も密かに隠れていたりするんですよね。やっぱりね、人口減少が続いていくってなると関係人口をやっぱり増やそうっていう発想になりますから、そうなった時にこういった商品を手に取った方が次また函館に来てほしいと、なんとか、なんというかすごいいい戦略ですよね。上手なファン作り、そして地域一番店、そうですね、でもブランド力があるからこその商品力なんですよね。そうですね、今後どんなますます好ファンを作っていくのか楽しみになりました。今日はここまでありがとうございました。ありがとうございました。紹介した内容は今日の日経新聞、そして日経電子版でもご覧いただけます。ぜひご覧ください。それでは今週の経ナビはこの辺で失礼します。また来週です。